リリースいたしましたノートン Wi-Fi プライバシーという製品を、少しご紹介させていただきます。まず今ご覧いただいたものというのは、まあ、ブラウザーを使ったデモだったんですけれども、こちらはですね、実はノートンの、まあ、今回ご紹介する別の製品でノートンモバイルセキュリティという製品がございます。それは何をやってるかというと、スマートフォンが、悪いハッカーに、乗っ取られたりウイルス感染させられたりというのから防ぐ製品なんですけれども、で、面白い機能としてアプリのですね、安全性を、ダウンロードする前に、Google プレイ上で、見ることができるという機能も入っています。でその機能の一つがモバイルインサイトというものなんですけれども、これ何をやってるかというと、世界中にあるさまざまなそのアプリのストアを、自動的に回ってまして、で、アプリを、ダウンロードしてきて、実際インストールして、どんなことをしているのかというのを、自動的に調査してくれる、機能です。でそこでですね、日本の方々が、たくさんダウンロードしている、5つのジャンルの中を、選びまして、その中で、アプリを、自動的にチェックしてるんですけど、ランダムで500個とか200個とか300個とかっていうそれぞれのジャンルで、選んだんですけれども、でそれらのアプリがですね、じゃあ実際に暗号化をかけて通信をしているのかしていないのかというのを、調査いたしました。で、こちらがその結果なんですけれども、例えばそのツールのカテゴリーでいうと、いろんな要はネットワークツールだったり、なんでしょう、カメラ写真とかですね、懐中電灯とかいろいろあると思うんですけども、そういうユーティリティツールの中ですと、8割方対応していません。はい。で、もっと怖いところで言うと、ショッピングですね。ショッピングですと基本的にはカード情報なり、要はその個人情報もそうですし、銀行の情報とかそういったものをやり取りするようなアプリなんですけども、に関しても、8割方暗号化されていませんでしたというちょっと驚異的な結果が出ております。なのでアプリを使っていれば安心というふうに考えていらっしゃる方がもしいらっしゃったら気をつけた方がいいということがこの調査では分かりました。すいません、付属ですけれども、今お手元の方にお配りしている資料とはちょっと違いまして、こちらの画面に出ている資料の方の数字が正しいです。申し訳ありません。そうですね、手元の数字を、こちらの方が正しいものとしてお考えください。で、今回ご紹介させていただくノートン Wi-Fi プライバシーというものなんですけれども、どういったものなのかというとですね、VPN サービスですね、先ほどご紹介したVPN のものなんですけれども、要は、スマホと、そのスマホがつながる先のサーバー間をですね、暗号化をかけて、誰が見てもこう何を やり取りしているかわからないようにするという、ものになります。で要はですね、空港であったりカフェであったり公共の場所のフリー Wi-Fi を使っている方でも、このノート Wi-Fi プライバシーを入れて、オンにしておいていただければ、先ほどニックがハッキングしていたような情報が盗み見られるということを防ぐ商品になっています。で、そこのそのセキュリティの部分以外にも、実はあと2つほど機能がございまして、で、2つ目の機能としてはそのプライバシーを守るというところで、
まあ、スマホでいろんなサイトをアクセスしていると、そのクッキーと呼ばれる、過去にどういったところにアクセスしたのかというところをトラックされてしまうんですけども、そういったことがないようにトラックされなくする機能ですね。で、3つ目としてはオンラインの、まあ、フリーザー、要はどこにいたとしても、同じようなサービスを受けることができる。例えば、日本の動画配信サービスに登録してました。で、出張で海外に行くことになりました。だけどいつも見てるドラマが見たいです。そういった場合に、まあ、海外からアクセスすると見れないということが多々あるんですけれども、自分の端末があたかも日本にいるかのように、設定することで、そういった動画も楽しめるような、機能です。そういうそのオンラインの、まあ、自由なフリーダムですね。はい。あとですね、ちょっと機能のところどうやって使うのかというのは後ほど別のデモの方でご紹介させていただきます。まあ、製品の概要になります。こちらは6月のですね、20日から発売をされておりまして、金額としては iOS 版、Android 版両方とも$29.99というところで、アメリカドルで書かさせていただいた背景にはですね、それぞれのストア、それではですね、先ほどこちらに座られた方が操作していたスマートフォンなんですけれども、Wi-Fi プライバシーという製品をすでにインストールしてあるものになります。で、機能はオフにした状態で先ほどはブラウジングをしていました。まずはですね、もう一度オフの状態で、インターネットでブラウジングしてみたいと思います。こちらですね。まあ、これでブラウジングするとですね、当然ハッカーのパソコンの方には通信されているというのがちょっと出てくると思います。ちょっと重いですね。アップルのサイトに行ってるんですけども、ちょっときれいなサイトなんで画像が重いですね。今度は Yahoo のサイトに行ってみました。まあ、このような形で、たくさん通信が傍受されております。それでは、改めてですね、先ほどのその Wi-Fi プライバシーをオンにした状態だとどうなるというのをご覧いただきたいと思います。操作も簡単でですね、まあ、要はここにあるそのオンのボタンを押すと、プライバシーの設定が始まるということなんですが、今接続しようとしています。接続できないですね。はい、つながりましたね。で、上のスマホの上の方にですね、ちょっと見にくいかもしれないんですけれども、Wi-Fi の、電波の横に VPN というふうに書かれていると思います。そちらが安全な接続の、なってますよというのをこの形です。で、今は、VPN の状態で安全な接続状態になっています。じゃあ同じようにですね、ブラウザーを使って、サイトを見てみたいと思います。先ほどのこう Yahoo のサイトなんですけども、まあ、同じように通信をしているんですが、見えないですね。他の出てこないですね。すべてのニュース、こちらでも出てこないですね。例えば、
記事を実際にクリックしてみても出てこないんですね。まあ、こういった形で、Wi-Fi プライバシーをオンにしておいていただければハッカーの方も情報を盗み見ることができないということがご覧いただけるかと思います。